皆様、こんにちは。絵画コッ骨董買取プロ、周華堂の金子でございます。えー、今日はですね、この、まあ、恋を描いている作家。えー、牧進さんのご案内でございます。えー、牧進先生はですね、えー、東京にお生まれなって、あの、川端隆史さんの。内弟子となってですね、あの、絵画の修行に励まれました。えー、まあ、清流社と言いまして、か、あのー。 川粒子が燃やしてたまあ大きな非常に大きな組織があったんですけれどもまあ、その清流誌は解散するまで所属をしてですね数々の粒子に引き継がれた絵を描いてこられました現在でもご活躍中であの百貨店などを中心にですね古典活動もされておられますけれどもこの牧先生恋以外にもですねこういったすだれの描かれた風景ですとかあるいはあの こういった。まあの詐欺の様子を描いた図です。とかまあ、そういった大きいものは特にですね。あの近年も非常に評価が高い作品もございますえ、特にやはりこういう富士山にえーマ先生の代名詞、こう白梅の購買の書いたものです。とかね。こういったものはえまあ、50号ぐらいの作品でもですね。非常にまあ高い値段で取引されておりますので、えまき先生の作品がでございましたら、ぜひ私どもで一度評価をさせていただきたいと思います。 私ども、絵画コット買取プロ運営しております銀座の集荷堂では、マキス進先生のお作品を探しております。こちらのフリーダイヤルまでご連絡いただきますようにご案内しております。また、こういったですね Q&A にまつわる買取の冊子もお配りしておりますので、ご希望の方はですねぜひお申し込みいた,だい,たいただけたらと思います。お待ちしております。